28日、特定技能を使って中部国際空港に到着したのはインドネシアの看護師や助産師の免許を持つ16人です。特定技能とは国内の人手不足を補うための制度で、専門の知識や技術を持つ外国人を受け入れ、最大5年間日本で働いてもらいます。16人は医療法人開口会が運営する愛知県内の病院や介護福祉施設で働く予定です。開口会は将来の人材不足を見据えて、インドネシアの人たちを定期的に受け入れる方針です。